どうも、今回はキングヌーの常田大輝さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。常田大輝さんの性格は意志が強く、人に惑わされることなく一つのことを貫く性格です。自分の信じた道を人に頼ることなく歩んでいきます。そして一度決めたことは最後まで諦めません。有言実行型で、先々を見通した計画をしっかり立て、大胆かつ慎重に行動していきます。たとえ困難があってもくじけることがなく、パワーと知恵がありますから、軽々と乗り越えていきます。運を自分で引き寄せ、チャンスをつかみます。仕事をバリバリとこなしていき、若いうちから注目を浴びて成功するでしょう。時にはやや強引に物事を進める面もありますが、謙虚さをアピールするようにすれば、多くの人がそれを支持して力になってくれるので、最終的には自分の思い通りの成果を上げます。目標設定を高くすればするほど、やりがいを感じ、成功は大きくなります。もともと社交が苦手で、初めて会う人とはどうしても緊張してしまい、うまく自分が出せません。愛想がなくて気難しく、クールな印象を与えてしまいがちですが、付き合ううちに実は心優しく、話題が豊富で面白い人だということが分かってもらえます。また本来は控えめなのですが、この人と仲良くなりたいと思ったら、驚くほど積極的に相手にアポイントを取って知り合いになるところもあります。人の言ったことには敏感で、自分の意見もはっきりしているので、人とトラブルになりやすく、怒ったら自分から決して折れないので、対立関係は長引きそうです。次に常田大輝さんの運勢を見ていきたいなと思います。温和で知恵があり、誠実に人と向かい合い、円満で幸せな人生となります。真面目で控えめで、人を押しのけてまで自分が前に出ようという欲はありません。人柄が良くて優秀なので、自然と認められ尊敬を集めるでしょう。また手先が器用なので、何をやっても手早く、感受性が豊かなので、芸術や学問の分野で才能を発揮して成功する人も多いです。ただ与えられたことはきちんとこなしますが、どうしても受け身で、自分で開拓したり、自分から進んで何かしたりするのは苦手です。自分の意見をはっきり言わないために、本意ではないことをさせられて、大変な目に遭うこともあるので気をつけましょう。健康は不安があります。体には気をつけていますが、もともと丈夫な方ではありません。無理は厳禁です。家庭運は幸せを待っていますが、自分で気づく姿勢になれば、さらに安泰となります。